ハイネル・サントス・ナシメントは、ブラジル制覇出身のプロサッカー選手。ポジションは MF、または FW。J リーグサンフレッチェ広島所属。日本での登録名は、ハイネル。グレミオ・バルエリでキャリアをスタートし、2011年には、フィゲーレン成 A 席。2012年には、クルーベナウチコ・カピバリベ A 席し、カンピオナート・ペルナンブカーノで34試合に出場。 同年12月には、カンピオナート・ブラジレイロセリエー所属のフルミネン生へ移籍し、公式戦47試合に出場し4得点を挙げた。2013年12月、EC バイヤーとの1年契約に合意した。バイヤーでは、カンピオナート・バイヤーの優勝に貢献し、同リーグの優秀選手に選出された。2015年に EC、ビトーリアへ移籍して、結果を残した後、 2016年に AA ポンチ、プレッタへ移籍し、カンピオナーとブラジレイロセリエ A などに出場したが、公式戦37試合で2得点という成績に終わった。2017年、川崎フロンターレに期限付き移籍した。同年12月1日に期限付き移籍期間満了が発表された。2018年2月18日の EC、バインヤ戦で乱闘騒ぎを起こし、 退場処分を受けた。2019年シーズン開幕後、サンフレッチェ広島に期限付き移籍した EC バイヤー。ありがとうございます。